ラジオイレブン。はい、始まりました。ラジオイレブンの富崎人です。さよです。はい、ということでね、いやまあ J リーグも各クラブ続々と新体制が発表されていますけど、はい、どうですか、見ていてなんかまあ気になるトピックとかありました？いやでもまあ各チーム、うん、まあ、移籍とかこういろんな情報を踏まえてやってる中で、はいはいはい、あの、うん、結構ツイッターで見たんが、はい、松本山雅の新体制発表会、はいはいはい、でこうサポーターとかも、はい、サポーターがこうあれはホールなんかな、音楽ホールみたいなところに集まって、はいはいはい、サポーターの目の前でこう新体制発表するみたいなんで、こう山形のサポーターがこうちゃんと歌って、こう奮い立たせるみたいなのがシーンがあって、すごくかっこいいなっていうふうに思いましたね。なるほど、有観客でやるんですね、そういうの。そうですね、あれ今年の映像なんかな、ちょっと怪しくなってきましたけど、はい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 、はい、まあまあまあ、けどいやいいですねそういうの、うん、まあけどほんまに新体制発表ね、続々と発表されてますけど、各クラブね、チームによってすごい色があるというか、うん、だから例えばユニフォーム発表に関してもその動画で、最近まあちょっと海外とか主流ですけど、はいはい、動画でかっこいい感じで発表するパターンもあれば、画像一枚の画像を作るパターンもあるし、まあ、あとはまあその、うん、記者会見の中でバーンみたいな発表のパターンと か、うん、なんか結構ねそのクラブによって色があるなっていう、その、まあ、でどれもそのいいところ、それぞれ違ういいところがあると思うんで、だからそれはすごい面白いなとか、まあ、あとは新加入の選手とかチームの体制みたいなのどんどん発表されてますし、うん、ちょっとほんまに来シーズンすごいワクワクするなっていう部分は、年も明けてそんなね、うんうん、キャンプも始まる、これから始まるっていう中で、すごい気になるところではあるんですけど、特にでは今回ね、うん、なんか気になるというか、まあまあそのタイトルを発表しちゃいますと、あの優勝争いに絡むべき3クラブ特集ということで、はいはい、優勝争いに絡むべき、うん、まあ、J リーグ盛り上がるためにはやっぱりこのねクラブ、3つのクラブは強くないとダメでしょっていうクラブ、うん、まあ、サポーターの方とかをね含めて間違いなく思っている部分だと思うんで、まあこのクラブをちょっとまあ、うん、新体制でというか、まあ新しい陣容をちょっと見ていこうかなっていう感じで特集しますので、ぜひとも、はい、でまあまああのまあ今はちょっと伏せますけど、サムネとかでも多分大体どのクラブ取り上げるかっていうのは分かってると思うんで、はい、あの該当するよっていうクラブのサポーターの方々はぜひともチャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。お願いします。はい、はい、あまあもう言っちゃってもいいか、言っちゃってもいいんですかねこれは。まあ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 どうせ言うんでね。はい、まあ3つ、あ言っていきましょうか、ガンバ大阪、はい、鹿島アントラーズ、おで、浦和レッズ。浦和レッズ、はい、もう J リーグの中でもタイトルをすごい取ってる、まあ、特に鹿島はね、うん、まあ一番取ってるのかなって感じで、はい、まあすごいタイトル争いに絡んでる。で、まあ、浦和に関してはまだ ACL 決勝がありますから、はい、うん、まあまあ一番ね、あのこの3クラブの中ですぐにタイトルが取れそうなクラブでありますけど、まあっていうね、はい、うん、この3つのクラブに関してちょっと取り上げていこうかなっていうふうに思うので、最近はマリノス、フロンターレがかなりね、タイトル争いには絡んでますけど、まあ、この3つは絶対絡んでないといけないでしょっていうところを取り上げるので、ぜひともチャンネル登録の方よろしくお願いします。お願いします。特にねガンバのサポーターの方は最近すごい取り上げてるから、そろそろ登録してない方、ね、そろそろね、うん、そろそろちょっとよろしくお願いします、うん、といったところで、お願いします。はい、はい、はい、といった感じで今回やっていきましょう。はい、聞いてるあなたを観客から監督に、今日もサッカー指導者そしてお笑い芸人がサッカーを深く面白く伝えていきます。ラジオ11。はい、ということで、ではまず3クラブのうちのガンバ大阪から取り上げていこうかなと思うんですけど、
いやガンバね、まあ、ずっと話してるんで、でまあ直近も取ったんで、そのそこまで変更点としてはないですけど、まあまず1個新体制が正式にね、うん、発表されましたよということで、はい、で、まあ、一番衝撃的なトピックが、宇佐美貴史背番号7、はい、いやいや、これは湧きましたよ正直。いやね、ツイッターのトレンドも7位かな、僕が見た時は一番上で7位まで浮上ということで、うん、なかなかないんじゃないですか J リーグのクラブで、そのでまあ、しかも、まあ、なんかタイトルを取ったでそのクラブの名前がトレンドの上位に上がるとかね、あるとしても、その、はい、宇佐美7番っていうフレーズでツイッターのトレンド7位になってたんで、はい、すごいなって。しかも結構その深夜とかじゃなくて、別にお昼ちゃん夕方ぐらいの、他にもトピックありそうなタイミングで7位まで上がってましたから、はい、いやこれはかなりサポーター、ガンバのサポーターももちろんそうですし、サッカー界全体をね結構驚かせたトピックなんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、うん、どうですかこれは。いやー、このタイミングで変えるんやっていう、うんうんうん、1個ありましたね。もともと39でしたっけ。そうですね、ガンバ復帰して最初33で39に変えて、で、まあ、今39でやっててっていうところでした、はい、なんかもう宇佐美選手といえば39みたいなのがこう僕の中でも定着しつつあった中での7ってことで、うんうんうん、はい、いやこれ驚きました ね、うん、ね、なんかでしかも宇佐美選手が39つけてから結構39がなんかいい数字に変わった気がするというか、はいはい、例えばだから FC 東京中川選手加入しましたけど確か39でしたよね、うん、つける番号がとか、はいはい、なんか39をつける選手すごい増えたなっていう、うん、結構しかもビッグネームの選手がっていうのを感じて、はい、だからやっぱ宇佐美選手すごいなっていうのはありましたけど、今回、まあ、ガンバではやっとさん以来の7番を背負うということで、うん、でしかも結構ねそのコメントとかインタビューを見てるとすごい覚悟があるというか、はい、うん、チームのいろんな責任とかをもっと背負ってやりたい、まあ、昨シーズンそれを背負ってやるのは今まではあんまり楽しいとは思わなかったけどすごい楽しく感じた、だからで今シーズンさらにそういう責任を背負うために何が背負えるかって考えた時にこの7番を背負おうと思ったっていう話があったりとか、うん、まあ、あとは、クラブがねかなり昨シーズンガンバしんどい状況でしたけど、もし降格しても絶対ガンバには残留するっていうのは決めてたし、でこれで残留するってなった時に7番を背負おうっていうのを考えてたっていう話があったりとか、うん、あとは7番をガンバの選手になりたいっていう子供もそうですけど、ガンバの7番を背負いたいって思ってもらえるように7番をそういうちょっと神聖なものというか、うん、にしたいっていう思いがあったりとか、うん、いろんな節々に言葉の節々になんかそういうプライド誇りみたいなのを感じて、なんかそれがやっぱクラブ的にはやっぱ宇佐美選手のね若い頃からサポーターの方は見てますから、うん、もっとビッグマウスでイケイケな感じでしたから昔って、はいはい、そんな宇佐美貴史がクラブのためにこんなことを思ってくれてるっていうのは多分サポーターの方からするとすごい感慨深いでしょうし、僕もすごい感じますし、これは素晴らしい決断だなっていうふうには思いますね。うん、いやそういうなんかクラブの歴史の1ページというかそういうところをこうリアルタイムで見れてるのは、はい、なんかすごく幸運というかね、うんうんうん、はい、すごい貴重な時間というかタイミングで見れてるなっていうのはすごく感じますね、うん、そうですね、で、まあ、一応やっとさんにも許可を取ったみたいですけど、おお、そうなんですね、はい、焼肉一緒に行った時になんかターンを焼いてるタイミングぐらいだから結構多分序盤のはずなんですけど、ね、ターンを焼いてるんで、はいはい、うん、おそらく序盤ぐらいにやっとさん7番つけていいですか、はい、みたいなのを聞いたらやっとさんが、はい、いいよって言ったらしくて、うん、いかにもやっとさんっぽいなっていう、いい、はいはい、うん、想像できすぎますよね、うん、言いそうやなって繰り返しながらいいよって言ってそうな、うん、ね、はい、っていうところで、いやっていう感じで、まあ、宇佐美選手、うん、
やだ、来シーズンね、起用法、まあ、僕はフォワードを使ってほしいっていうのはずっと言ってますけど、はいはい、まあ、この辺の、ね、起用法も記者会見の中でその橋本元選手がインタビューでね、はい、そのポヤトスさんに、ポヤトス監督に聞く場面があったんですよ。宇佐美選手起用法どうしますかみたいな、中で使うのか外で使うのか、点を取るのを求めるのか、ゲームを作るのを求めるのかみたいな話を聞いた時に、まあ、あの案の定スペイン人らしく、あの結構いなしてたんですけど、はい、あのまだ要するにあんまり答えを言わないというか、うんうんうん、結構長々と喋って、まあ、こう使うパターンもあればこう使うパターンもあるし、でもこんなことがあればみたいな、なんていう、はいはいはい、あのザ・スペイン人っていうか、うんうん、まあ、多分ガンバのサポーターの方はそんなにスペイン人の人を見てないんであれやと思うんですけど、スペイン人がよくするらしいじゃないですか、吉木社長もよく話してますけど、はいはい、っていう感じですごいいなしてたんですけど、まあ、だから僕的には結構フォワードで使ってほしいというか、うん、うん、点を取ってほしいなっていう部分はあるんで、まあ、なのでどんな活躍してくれるんかなっていう期待感はすごい膨らみますね、うん、はい、っていう感じで、まあ、で他の背番号変更でいうと、まあ、メシの選手が8番になったりとか、はい、あとは鈴木武蔵選手9番になったりとかっていう、なるほど、うん、結構背番号とか、まあ、あとは、名前のプリントのところも結構名字が今まで多かったのが、下の名前の選手三浦って書いてたのが源太に変わったりとか、はいはい、うん、他やと、あと、あとあれどうなんですか、 QR コード、はい、あー9名になって変わりましたね、はいはいはい、そこも、そうなんですよ、ユニフォームのサプライヤーがね、今までアンブロやったのがヒュンメルに変わって、はい、で僕的にはすごいデザインはすごいかっこいいなって思いましたし、はい、QR コード確か世界初なんかな、らしくて、あ、いや、なんかまあシンプルに、まあ、そのビジネス的商業的な面でっていうのもあると思うんですけど、デザイン的には僕はありなんじゃないかなっていう、うん、うん、QR コード入っどうですかね、いやこれまあまあこれは賛否分かれるところだと思うんですけど人によって QR コードなんてダサいでしょって思う人もいると思うんですけど、うん、いや僕全然ありやなって思ってて、デザインで、まあそれはほんまに人それぞれ、音楽聴いてこれがいい音楽嫌いな音楽って分かれるのと一緒で、デザイン的には僕は全然ありだなって思いますし、まあ、一個気になるのはあれですけど、その真ん中にエンブレムロゴがあって、で左胸のとこに QR があって、で右胸のとこに、スポンサーロゴがあってっていうのが、このなんかちょっと斜めになってる感じがあって、あ、なるほど、なんか、うん、あれなんかもうちょいうまく横並びにできんかったんかなとかっていうのはちょっと感じたんですけどま、まあそんぐらいで、はいはい、いやけどデザインはめちゃくちゃ僕は納得い、うん、納得というかすごい大満足ですよ、いや普通にかっこいいんですよ ね、 ね、うん、実はそのあの襟元のとこの裏地のとこがスタジアム、パナソニックスタジアムの、柄になっていたりとか、あとはスローガンの Be the Heat, Be the Heart が、はいはい、書かれていたりとか、うんうん、下ユニフォームの下の方がグラデーションになっていて、それがなんかまあ燃える炎を表現してるみたいな、なんかそういうのがすごいなんか、うん、メッセージ性があるというか、でかつかっこいいっていう、うんうん、なんかすごいいいんじゃないかなっていう、かっこいいんじゃないかなっていうふうには僕は思いました、うん、いいですね、はい、ではヒュンメルさすがって言ったところで、はい、ね、でまあ新体制ですけど、まあスタメンとか、まあ、戦術とかに関してはちょっとガンバーね、他の動画でもいろいろ喋ってるんで、まあまあこの辺にということで、まあもし気になる方がいたら、はい、今は何本も上げてるんで、ぜひともそちらの方聞いていただけたらなという、ぜひ、はい、ふうに思います。でですね、はい、では次、鹿島アントラーズの方をね、はい、ちょっと話していきますけど、まあけど今シーズンはほんまに結構ね、うん、言い訳の聞かないシーズンというか。やっぱり昨シーズンはその岩政大勢がね、そのシーズン途中からの就任ということで、はい、うん、で最後のなかなか勝ち点取れなかったですけど、まあけど、うん、まあまあ仕方ない部分もあるよねっていうところありましたけど、まあキャンプもありますし、シーズン序盤から選手も獲得補強してっていう中での、うん、シーズンになるんで、なので
まあ、岩政監督からするとかなりプレッシャーのかかるような状況、ただ、まあ、まあある種ね、まあ、メンタルの強い熱血的な部分もある監督なんで、うんうんうん、まあ、ここは乗り越えてくれるんじゃないかなっていう期待感もありますし、でですね、まあ補強の部分を結構ざっと、うん、結構したんでざっと紹介していこうと思うんですけど、まあまずセンターバックですよね、やっぱりこのクラブは。はい、はい、庄司選手と上田選手獲得ということで、うん、どうですかこの2人。いやー、でも帰ってきたなっていう感じがまずしますね、うんうんうん、以前そうですよね、鹿島で大活躍して、はい、そこからまたここでコンビ組むんやっていうのが、うん、まあ、そういうあれなんですかね、鹿島としては昔の選手を呼び戻すというか、どうなんですかね、けどね、あの頃の強いセンターバックっていうところありますし、うん、いやけどなんか結構他のいろんなメディア見ててももう早速ね、その開幕スタメンとかの予想でももういきなり庄司上田で行くんじゃないかみたいなのありますけど、結構ねやっぱキム・ミンテ選手もいて、で関川選手も昨シーズン特にすごい成長した選手なんで、うん、センターバックどうするんやろっていう、もう全然この2枚じゃない可能性もあるんじゃないかなっていう、はい、なるほど。で特にその庄司選手に関してはガンバでシーズン終盤とか結構出場機会ありましたけど、上田選手に関してはコンディションがどうかっていまいちわからないじゃないですか、うん、海外でプレーしててっていう。確かに。だから庄司選手はスタートやけど、もう片方は関川選手であったりとか金銀で選手であったりとか、うん、なんかそういうパターンも全然ありえるんじゃないかなっていうところは感じますし、まあ、あとは、まあ、岩政監督の求めるサッカーも意外と意外とっていうか、まあ、意外とでもないか、まあ、結構しっかりね、ビルドアップしたりもするんで、うんうん、でどっちかというとやっぱ庄司選手と上田選手って守備が一番持ち味があるというか、はい、ビルドアップよりも守備に特徴のある選手なんで、この辺でどうするんやろっていう、うまく合うのかっていう、まあ、守備に関してはもちろんね日本人ではトップレベルの選手だと思うんですけど、うん、どうなるんやろうっていうのはすごい感じますけど、どうですか。まあこう教えれる自信があるんかもしれないですけどね、そういうビルドアップとか、なるほどなるほど、の運ぶドリブルとか、はい、ボールの持ち方に関してはこう自分で教えれるって自信があるからこそ、こう守備でしっかり跳ね返す能力を持った選手をプラス鹿島アントラーズの経験もあるっていう2人を呼び戻したのかなとも考えれますけど、うん、どうなんでしょうかっていう。なるほど。まあただけど教えようにも残念ながら庄司選手が負傷してしまったんで、あらまあ、キャンプもう初日かな確か、へえ、で、はい、全治6週間かな、結構長いだ、開幕間に合わないんかな多分、うん、まあ治ってたとしてもゲーム出場は結構厳しいんじゃないかっていう状況ではあるんで、はいはい、なので、うん、この辺でどうなるかっていう部分は、うん、気になるところですね。で、まああと、まあ、一番変わったところで中盤の陣容、まあ三沢選手が抜けたっていう、うんうん、ところありまして、で新加入で取ったのが佐野海舟選手っていう、でここがねやっぱプレースタイル的にはちょっと違う、はいはい、三沢選手は結構アンカー、ザ・アンカーっていう感じでバランス取りつつ、うん、ボールさばいたりとか、まあ守備で潰すところもありますけど、うん、そういうプレースタイルですけど、佐野海舟選手はおそらくまあより潰し屋的な、はい、誰タイプと言ったらいいんかな、誰タイプですか、井出口選手ほど荒々しい感じではないと思うんですけど、はいはい、なんかそういうハントする能力が高い選手ですよね多分、うん、し、まあ、渋すぎるかもしれないですけど、明神選手とか、あー確かに、はい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 、潰し方とかはそんな感じなんかなとか、なるほどなるほど、確かに、いやだからまあどうなんですかね、アンカー、いやでおそらく433メインなんじゃないかなっていう、はいはい、僕の
なんかまあ予想というかイメージではあって、まあ、4-4-2 も使ったりとか、あとは、相手が 4-3-3 の時は 4-3-1-2 みたいなのを昨シーズン使ってたんで、うん、なのでまあそういう臨機応変に変えるっていうのはあると思うんですけど、けど終盤は 4-3-3 で戦ってましたし、それでうまくいってる部分もあったと思うんで、 4-3-3 使うんじゃないかなと思うんですけど、まあ、そうなった時にアンカーで佐野海舟を使うっていうよりは樋口選手を使うみたいなのはありそうかなっていう風には僕は思うんですけど、どうですかね。まあそこら辺は選手のタイプの噛み合わせなんで、うんうんうん、岩政監督がどういうのを求めてるかによると思いますけど、うんうんうん、でもまあ樋口選手も全然アンカーできますし、はいはいはい、佐野海舟選手ももう一列前もできると思うんで、うん、そこら辺どうなっていくんですかね。そうですね、すごい気になるところというか、全然分からん。であと433っぽいなって思った、あともう一個の理由がやっぱウィングが結構増えたなっていう印象があって、はいはい、ああ確かに、まあ、もともと松村選手とアルトゥル海輝選手がいましたけど、そこにね、はい、広島から藤井選手の獲得、はい、まあザ・ウィンが、まあ、3バックのウィングバックとかでもプレーしてましたけど、うんうん、広島へ、まあ、けどやっぱサイドで内側っていうよりは外側の選手、そうですね、はい、であったりとか、まあ、あとは須藤選手を戻したりとか、うん、っていうところで結構、まあ、仲間選手とかもウィングできますし、はい、まあ、ウィンガーがすごい多いんで、なので433っぽいなっていう。けどそうなってくると今度荒木亮太郎選手とか、まあ、昨シーズン怪我かなで出場機会少なかったりしましたけど、まあ来シーズンは戦えると思うんで、ってなってくるとじゃあどう起用するのかっていう、ウィングなのか、うん、それとも、まあ、インサイドハーフとかで使うのか、うん、ちょっと、まあ、ウィングかなけど使うならどうなんですかねこれは。ね、なんかまあ多分トップ下とか、うん、ハーフレーンとかで輝くタイプだと思うんで、はいはい、はうん、どう使うんやろっていう。でウィングだ、全然鈴木優真選手を左のウィングとかで使うパターンもありますし、はい、うん、ちょっとキャンプとかで、ね、だんだん分かってくると思うんですけど、その辺のね起用法は気になるなっていうところはありますよ。確かに。あ、土井選手もとか、はいはい、ああほんまや、うん、すごいよこれ。いやだからアタッカーのね、しかも結構タイプもバラバラなんで、うん、どう強いのなっていうところありますよ。柿田選手も復帰ですか。そうですね、ストライカーのところでいうと、まあ、鈴木優真選手がいたりとか、あとは知念選手を獲得したりとか、はいはい、で復帰のところでいうと染野選手も復帰ですよね、とか柿田選手が復帰したりとか、まあ、他にもいますけどっていうところで、だ選手層は超厚いっていう、うん、30何人やったか、34ぐらいいるんかな確か選手が合計で。でなんか岩政監督もツイートしてましたけど、なんかすごい多く見える、あんまり岩政監督のオーダーってないらしくて、本人曰くですけど、はいはい、結構もうクラブ側に任せてるっていう。でそれによってまあ結構多くなって、でマネジメントする上とかではまあ多すぎるようにも感じるけど、けどそれだけこの鹿島でプレーしたいって思ってくれた選手が多いっていうのはすごいいいことだみたいなのを確かツイートみたいなされてたんで、なるほど、うん、なのでだ、まあシーズン序盤は間違いなくうまくいきますし、だ終盤中盤以降ですよね、うん、このチームの編成をどうマネジメントするのか、もしかしたら夏頃にちょっとね整理して出れてない選手をレンタルとかに出すっていう可能性もありますし、はい、うん、どんな感じになるんかなっていうのは気になりますけど、どうですかざっとバランス見たところですね。いやでもやっぱこうずっと 4-4-2 でやってきた分、もともといた選手のタイプとか、うんうんうん、その 4-4-2 仕様になってたと思うんで、はい、そこを 4-3-3 にこれから変えていくってなると、まあこう何て言うんですかね、サポーター的には悲しい別れとかがこれからこう、うん、あった上での変換期というか、うんうんうん、そういうのを経て岩政アントラーズは強くなっていくのかもなとか思ったりしますね。
確かに。だからその辺めちゃくちゃガンバと共通点というか、うん、うん、難しいですね。小野瀬選手とかの悲しい別れもありましたから、はい、はい、っていったところで鹿島に関しては、まあ、そんな感じかな。はいはい、っていった感じで、では次ラストですね、浦和レッズについて話していこうと思うんですけど、はい、いや浦和はまずね監督が変わりまして、はいはい、どんな監督ですか、この監督。どんな監督ですか、ポーランド人で、はい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 、っていうところぐらいしか僕ははっきり正直言ってないんですけど、スコルツァ監督ですよね。はいはい、なんかまあ僕がちょっとねあのツイッターとか見た感じだと、まあ、しっかりねビルドアップとかもする監督ですけど、なんかそのなんか相手によってシステムとか変えるっていうよりは結構オーソドックスな、まあ、4バック使いながらその攻撃の時に可変で片方のサイドバックが上がって3バックを作るみたいなスタイルをかなり使っている、うんうん、で特にどっちやったかな、なんかどっちかのしかもねサイドバックを上げるっていうのも結構決まってるらしくて右やったかな、うん、なんかそんな監督で、けどまあそれで想像するとあの今の浦和のメンバーで想像すると左サイドバックを上げるっていうパターンはすごいありそうかなって思って、確かにやっぱり右で言うとね酒井宏樹選手、酒井宏樹選手も攻撃すごい、ね、いいクロス上げたりしますけど、やっぱ守備の能力が J 屈指じゃないですか、うん、サイドバックの中でも。でこの選手を後ろに残しときつつ、でどっちかというと左サイドバックはより攻撃的な、大畑選手だったりとか、はいはい、秋元選手とか、あとは、レンタルから帰ってきた、荻原選手だったりとかっていう攻撃的なタイプが多いんで、うん、こっちを上げて、で右の幅を取るのはサイドハーフモーベルク選手が取ってっていうのはすごい想像できるなと思って、うん、そんな感じで戦いそうかなっていう、まあ勝手なイメージですけど、なるほど、うん、なんかすごいそれはイメージが湧いたなっていう、うん、まあ実際ね蓋を開けてみたら全然普通に3バック使ったりとか、うん、普通に ね、うん、4バックのままビルドアップしたりとか分かんないですけど、はい、まあけどまあそんな感じの戦術とかも使うかなっていう。で新加入のところで言うとまあ高橋選手ね、ロアストからストライカー獲得したりとか、はい、あとは興梠選手が戻ってきたりとかっていうのがありますけど、うん、なんかここに来てねその外国籍の選手の獲得の噂、まだ収録のねこの現時点では決まってはいないんですけど 2,3 名ねちょっと噂が上がってる選手がいて、おまずストライカーのところで言うとサンタナ、はいはいはい、知ってますかサンタナ。意外かもしれないですけど知ってます。知ってるんですよ。どんな選手ですか。あのね、すごく点決めるんですよね、彼。そうなんですね、はい。どんな得点ですか。あのヘディングがバチコリ強いです。すごい音します。確かにね。はい、そうなん。すごい音するの。すごい音します。あの左足のキックも素晴らしいですね。ハンマーって感じがします。なるほど、詳しいですね、うん、なるほど、サンタナ選手、清水エスパルスというね、はいはい、全然 J リーグのクラブですけど、はい、まあ、それは詳しいわなっていう、何回得点王よ、ね、取り上げたっていう、いやほんまにラジ入れのサムネイル見たらほんまに3回に1回ぐらいサンタナおるみたいな、うん、そんぐらいサンタナ喋ってますけど、はい、いやーけどねサンタナほんまどこ行くねんどこ行くねんっていうねありましたけど、ここに来て浦和の噂が出てっていうことで、まあ移籍金がすごい高いらしくて、まあ、2,3 億かかるんじゃないかみたいな噂もありますけど、いや浦和はやっぱありますねお金。いやーね、でもやっぱコロナ禍を経て、まあ、まだ真っ最中ではありますけど、はいはいはい、やっぱ観客動員がこう復活したっていうのはやっぱでかいらしく、うん、はいはいはい、そこで得た収入も踏まえての今回の補強になってるみたいです。はい、はい、なるほど。ってことはストライカーはね結構すごい争いになるというか、高橋選手、興梠選手でサンタナ選手みたいなところで、はい、でしかももう一人ね噂が上がっていて、
ギアク・マキス選手、すごい言いにくい名前ではあるんですけど、ギリシャ代表かな確か、はい、っていう選手で、でしかもギリシャっぽい、はい、しかもねこの選手あの浦和以外にも結構複数のクラブ、ヨーロッパのクラブがオファー出してるっていう争奪戦になってるらしくて、なのでまだ決まってはない選手なんですけど、ただそれだけの争奪戦になる選手 でタイプ的にはほんまにザ・ボックスストライカーみたいな感じで、うんうん、もうペナルティーエリア内で結果を出す選手、もうワンタッチツータッチでのゴールが多いっていう、だから逆にミドルシュートであったりとかは少なくて、でまあそのドリブルも多少するというか、けど昔は全然しなかったけど最近すごいするようになったりとか、だめっちゃゴリゴリ推進力あるっていうよりは、まあ、ゴールに近いところでちょっと運んだりとか、うん、っていう部分はするけどっていう感じで、まあほんまにだから点を取るための選手っていうタイプだとは思いますね、はいはい、なのでうーん、まあ松尾選手とかすごいね兼ね合いが良さそうというか、松尾選手抜け出したところにこのギアク・マキス選手がいたりとかっていう、はい、まあ、あとは、他にもね外国籍でリンセン選手だったりとかシャルク選手っていうのが前線にいますけど、まあ、こういった選手との、ね、どんな感じで起用するのかとかっていうのはすごい気になるなっていう、うん、まだおそらくどっちかなんでしょうね、このギアク・マキス選手なのかサンタナ選手なのかっていうのは、はいはい、まだどっちをね、ファーストチョイスで狙ってるのかっていうのはちょっと分かんないですけど、まあけどおそらくギアク・マキス選手なのかな、うん、ちょっとその辺は分かんないですけど、けどまあ浦和からするとほんまにザ・ストライカーみたいな点を取ってくれる選手が欲しいんじゃないかなって言ったところでこの補強に動いてるんかなっていう、はい、で、さらにセンターバックのところにホイブロテン選手、はい、いやさっきね結構いろいろ見ましたけどどうですかこの選手、いや結構いい選手っぽいですね、うん、なんか見てた感じ、ね、左利きでセンターバック、左利きで、はい、それなりに高さもあって、うん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 、でまあその今所属してるクラブの監督が結構優秀っぽくておおすごい情報、はい、でまあきちんとしたこうビルドアップとかもちゃんとやるようなサッカーをこう展開する中でこう鍛えられてる感じがしましたね、うん、試合を見てると、なんかね言ってたじゃないですか、あのブライトンの監督候補だったみたいな、はいはい、そうです、あのポッター監督解任というかチェルシーに引き抜かれた後、はいはいはい、結構監督の座が空いてたんですけど、その間に、はい、まあ、デゼルビかこのトム・グリムントの監督かみたいな、でブライトンの監督ってね結構ちゃんと戦術的な、はいはい、なんかただキャリアがすごいからなれるとかっていうよりはほんまに緻密な戦術採用する監督がなるイメージがある中で候補に上がる監督に教えてもらってた選手っていうことで、それはもうね間違いなく特にビルドアップ能力とかすごい高そうやなっていうところは思いますし、今まで言ったらねヒョルツ選手と右左で組んだらもうとんでもないことになりそうな、確かにしますよね、一生ボール持てるんちゃうかって、うわショルツ選手のね僕結構個人的に左であの右利きで使ってるのが好きだったんで、分かりますよ、うん、それ好きやったからな、うん、左にそんなスペシャリスト2枚かっていうのもね、うん、ああそうかってはなりますけど、まあけどやっぱあの、うん、最初咲田君が言ってたようにこう4バックから3バックにこう、はいはい、可変するってなったら、はい、左の脇にうん、この、何ブロテンでしたっけ、ホイブロテン。はいはいはい。ホイブロテン選手を見て、真ん中にショルツ、はいはいはい、で、右坂井宏樹って、もう、えぐい、メンツが後ろに並べれるんで、うん。それはちょっと見たいですけどね。確かに、肩、守備は硬いねんだ。3バックのはずが守備硬ってなるから。で、今、岩波選手がね、その、カタールに移籍するんじゃないかみたいな噂も出てますけど、うんうん、ちょっとなんかすごいとこから後釜を取ってくるなっていう、でしかも、まあ、犬飼選手もね昨シーズン怪我で欠場してましたけど来シーズンはね
まあ戻ってくるでしょうということで、はい、センターバックはかなり陣容厚くなるんじゃないかなっていう、うん、中盤とか結構ねあんまり、うん、メンバー的にはほとんど同じ構成なんですけど、フォワードと後ろっていう、まあ、一番、まあ、点を取って点を取られないために必要なポジションを補強するっていうのはすごいすごいなっていう、うん、はい、ところで、うん、監督変わってどうなるかっていうのはありますけど、ちょっとワクワクするなっていう、まあだからまあ今シーズンすぐ結果出るからね分かんないですけど、まあ、特にこの3つのクラブでいうとガンバと浦和に関しては監督変わってるんですぐ結果出るか分かんないですけど、はい、まあ間違いなく長い目で見れば面白い、うん、監督人事にはなると思いますし、ちょっとその辺は長い目で見ていきたいなというふうには僕は思いました、はい、はい、っていう感じで今回この辺で終わろうと思います。はい、はい、エンディングです。ラジオリブはツイッター、インスタグラムやってるのでフォローよろしくお願いします。お願いします。実はこの3つのクラブすごい共通点があるんですけど、何か分かりますか？すごい共通点、はい、ちょっと僕ね、あの喋りながら気づきました。はい、何ですか？あのゴールキーパーの選手層がえぐいです何その共通点いやほんま、いやまあまあガンバーも分かるじゃないですか、もうずっと喋ってるんで、はいはい、谷東口がいて、で一森選手とかもすごい上手いですから、で石川選手も昨シーズン出てっていう、もう選手と熱いじゃないですか、はい、で鹿島もすごいんですよ、まあ、早川選手ね若手で昨シーズン出てきましたけど、はい、はい、でコーンスンテ選手がいて、で沖選手がいて、でさらに、パク選手、新加入韓国籍の選手、うん、もいてっていう、だこうめっちゃ選手層厚い、えぐいね。でさらに浦和は、まあ、西川選手、ザイオン選手、もうこの時点で厚いんですけど、うんうん、で三重川選手、水戸から昨シーズンの途中で取った選手いて、で、吉田選手かな、大分の正ゴールキーパー今シーズン獲得してるんで、はい、けどそうめっちゃ厚いんですよ、この4人いいキーパー揃えてるっていう3クラブとも、いやだから誰かしらねどっかのクラブに貸し上げたらいいんちゃうぐらいのこんな1個しかポジションないのに4人もいて、後発戦のレベルがすごそうですね。いや確かにね、シュートゲームとか全然入らなそうな確かにこいつ穴やんみたいなのが全くないっていう、ないない、いやすごいなと思って、あやっぱ確かに、うん、しっかりゴールキーパー大事やなっていうのを心得てるなっていう、うん、いやーやっぱこの3クラブ強くないと多分 J リーグね、やっぱ強かったらもっと盛り上がるはずなんで、うん、いやだからぜひとも復権期待したいなと思います。はい、はい、っていった感じでこの辺で終わろうと思います。ここまでの相手は富崎と瀬尾でした。バイバイ。バイバイ。Thank you.